バーンズはアメリカ海軍防具級護衛空母の一隻、イギリスに貸与され、アタッカーと改名された。艦はカリフォルニア州サンフランシスコのウェスタンパイプ&スチール社で海事委任契約のもと、スチールアーティザンの艦名で1941年4月17日、寄港する。1942年9月30日にアメリカ海軍で就役し、レンドリース法に基づき同日イギリス海軍に移管、アタッカーと改名された。1943年9月にアバランチ作戦に、1944年8月にドラグーン作戦に参加した。1944年9月からは、エーゲ海で作戦に従事した。1945年8月に、ペナン島再占領、9月に、シンガポール再占領に参加した。アタッカーは1946年1月5日に、アメリカに返還され、1946年10月28日に、民間へ売却、キャッスルフォーテと改名された。その後1958年には、フェアスカイと改名される。1977年6月23日に沈没船と衝突、沈没を防ぐため引き上げられた。6日後に修理の後再び浸水した。1978年には水上ホテル、フィリピンツーリストとして改装が始められたが、1979年11月3日、火災が発生し、その後1980年5月24日に香港で廃棄された。ありがとうございます。